キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあということでね、はい、今日はですね、はい、この問題次第では今季2020年プロ野球、うん、優勝チームが変わります問題、はい、この問題次第では何ですか。まあ、外国人登録数問題っていう。はー、まあ、今年ね、はい、今年の19日 の、はい、あの報道ではですね、うん、今年から約3年ぶりに延長12回が復活するっていうね、はい、で昨年は阪神がね、うん、勝利数で上回りながらも、はい、ヤクルトが引き分け数と多いことでね、うん、勝率1位がヤクルトになったっていうところで、はい、かなり多いで引き分け数になりましたけども、うん、今年は延長12回が復活、うん、で出場と選手登録は31人ベンチ入り26人、うん、で外国人登録枠5人で出場4人は昨年から、継続すると、はい、でも確定じゃないですよまだ。あ、そうなんですか。3月に、はい、全部最終確定らしいです。へー、あ、もう確定したのかと思ってた。その枠でもそれはもう確定する見込みっていう、はい、なんか今後のねコロナの次第とかっていうので、まあ、細部がちょっと変わるかもわかんないですけど、はい、でも良かったっすね、うん、この外国人が。あー、そうですね。もしこれ、うん、外国人4人登録になったら、はい、多分ほぼほぼのチーム、うん、かなり苦しくなる。でも今までそうだったんですよね。そうそうそう、コロナになる前はそうでしたよね。そうだったのよ、うん、だから俺この問題、はい、何気によ、うん、ぬるっと、はい、一生これに変わるんちゃうかと思ってて、うん、なんでですか。まずよ、はい、31人登録の20、前までは29人登録の26人ベンチ入りだったのね、はい、でそれがまあ2人増えたわけじゃんね、はい、うん、増えたとしてもよ、はい、誰も損しない、うん、どこのチームも、はい、別に増えたからってあそこが有利でうち不利やろって思わないじゃんね。まあ、使える選手が増えただけですもんね。そう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 、うん、ってなった時に、はい、ベンチとしても楽じゃんね、はい、今までだと29人の26人だと、はい、そこの3人は先発投手3人ベンチ外にしてただけで、はい、他の投げるピッチャーとローテーション6人いたら、うん、あと2人のピッチャーは登録されてるからね、はい、でもその2人使えないからね。そうですね、うん、でも31人で26ってなったのは、はい、うん、要はよ、これなんで31人かっていうと、うん、先発ローテーション6人いた場合、はい、先発5人全員ベンチ外にしてくださいっていうことだ。うんうんうん、そしたらその余りの、はい、だから要は2人、はい、今まで使えなかった2人がベンチ入り増えますよっていう、はい、これかなりでかいじゃん、ね、うんうん、そうですね。でしかも外国人の問題にとしてもよ、はい、もし4人とかだったら、はい、もう外国人こんなに取ってきてるのに、うん、全然使えなくなる、はい、だから阪神とかマルテ、ガンケル、ケラー、ウィルカーソンとかでまだいるね、ロペスジュニアとかいる選手、はい、いるけども、うん、そしたらもうバチバチ数だって。阪神なんてマルテ、ロハス、はい、でガンケル、うん、で新守護神、はい、ね、あ、新しく取ってきて、はい、でアルカンタラとかも、うん、はい、あ、そんないるのか。そうだよ、はい、そしたらもう4人だったらもうやばいよ。そうですね、登録できない選手、うん、ね、結構出てきちゃいますね。そう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 、俺もう今後、うん、ずっと外国人も登録後のベンチ入りようになるんちゃうかと思って。でもどうなんですか、日本人選手としては外国人選手が出ることによって自分の出られる枠ってちょっと少なくなるじゃないですか、うん、そう思うと中にいる自チームの選手とかは、いや外国人枠もうちょっともう前に戻してよと思わないんですかね。それは選手のレベルによるまあそっか、バイバイのレギュラーの人たちは行った方が強くなるから、はい、うん、優勝できるしいいやんってなるし、うん、それによってポジションを奪われる選手たちはきついってなる、はい、まあ、そうですね。まあでも監督とかこう采配する方に関しては5人登録できるっていうのはありがたいですね。そう、めちゃくちゃ、うん、でしかもその中に、はい、先発を、うん、やっぱね先発2人入れとくのがミソなのよ、外国人の先発投手を、うん、うん、そしたら5人入れても4人しか登録できないから、はい、先発2人にしとくとこう抜けれるやんね。あ、そっか、簡単に、はい、で先発1人と、うん、あと4人にしとくと、はい、こう先発投げるときにその日だけこの4人のうち誰か1人使えないんだよ、はい、それもったいないじゃんね、うん、調子よかったら、はい、だから基本的にはなんかピッチャー、うん、まあ2とか3にして、はい、うんうん、
野手を2とかにするのが一番いいね、はい、そしたらもう中継ぎ1人その日だけ削ろうかみたいなのできるけども、かなりこの問題が重要で、俺どうなんのかなと思ってて、いきなり4にしてたらビビる球団いっぱいいるやろなと思って、はい、あでもできなくはないというか、そうそう、それはもう、でも俺はぬるっと、もうずっとこれになると思う、みんなこっちの方が使い勝手がいいからって思うんです、多分、やめようっていう人出てくれへんのんちゃうかっていう、逆にあれじゃないですか、その外国人選手をあんまり使わないし、もともと西武とかもそこまで多くなかったじゃないですか、使えなかっただけだよ、いるけどね、あ、いるけど使えない、数いるけど使えないだけで、はい、数がめっちゃいるからね、野手もなんかいつもこのメヒアとか、とか去年スパンジェンバーグとか、ニールでギャレット、でもう一人ピッチャーいたからね、あ、そうか、ピッチャー、そうか、ピッチャー結構いますね、そうだね、どこもいるのよ、はい、そう、使えないから使ってないだけで、ああ、そっか、そういうことか、だかそういうなんかチームにあんまり外国人使わないのかなって、だって、楽天も外国人いっぱいいるけど、全然去年は全然使ってないですね、使えないから使わなかっただけで、だから使えるもんだったら、みんなバンバン来るわけよ。まあ、そっか、使え、なんかいい外国人選手がいるならば使えたい、だってヤクルトとかでも優勝した時、オスナ、サンタナでしょ、野手はで、ピッチャーがスアレス、サイスニード、マクガフだからね、あーそっか、5人いたからこそっていう感じですか、そうそう、そこをまあうまくね、回していったっていうのもあるよね、で、まあ、オリックスも外国人だけどあんまりね、そうですね、昨日、しなかったけども、で、ロッテでもよ、エチェバリア、レアード、マーティン、で、ロメロ、っていうのが、最後、まあでもいなくなったけどね、っていうのもあったりとか、ハーマン、ハーマンもあんまりなんか使ったり使わなかったりだったけども、まあだから途中、出し入れもしやすいじゃんね、そうですね、もう5人、その枠があって5人全員が超いい外国人選手っていうチームってなかなかそこまでいなくないですか、それだって、一人も連れてこれてないとこあるのよ一人ですら当たんないのに5人当てんの難しいよまあでもこう入れ替えして試す意味でも、そう分かった方がいいってことですね、だからこれがどうなんだろうと思ったら、はい、あ今年もなんだと思って、じゃあもうこれはもう永遠このルールだなっていう、へえ、じゃああれどうなんですか、その優勝チームが変わるかもしれない問題っていうのは、だからこれがもし決定が3月だから、もし万が一よ、外国人今年はもう4人登録4人で、いきなり言い出したらよ、やばいよね、あれですね、もう元々じゃあ阪神とか、ヤクルトとかこう使える選手がこういる、だから ロッテでもよ、レアード、マーティ、エチェバリア、でロメロいて、で新外国人選手取ってるけど、誰か一人使えないんで、そうですね取って、いやそっか、もうだから取ってきてるのに使えないってなっちゃうわけですねそうで、だからもう楽天でも野手2人でしょ、でブセニッツでしょ、でソンでしょ、そこまでいないんだ、あと誰が取ってたんだよ、野手2人ですよね、ギッテンスとマルモレホスですよ、ギッテンス、マルホレホス、ソン、ブセリツ、コンリー、あ、コンリーでも対談ウェバー、ウェバーって書いてある、もう、そう対談したギッテンス、マルモレホスだけだね、そうですね、新外国人は2人、だからそこまで困んないね、だからどこが困ってくるかな、だってソフトバンクでも、レイでしょ、で、モイネロでしょ、で、グラシアル、デスパイネ、チャトウッド、ガルビス、めっちゃいんのよ、外国人いますね、そうなってくるとチームによったらね、すごい大変になってくるっていうね、ヤクルトもね、スワレス、スワレス、新スワレス、写真間違えて、すいませんね、スワレス、コールね、で、サイスニード、サイスニードってなんかコロナ陽性で来日遅れるって、で、マクガフね、オスナ・サンタナとかもあるから、います、ヤクルトもいますね、そうだからこういったところがね、4人だとすごい苦しくなってくるんだよ、で、これ4人だったらチーム事情めっちゃ変わるぞと思ったら変わんなかったから、これも一生やなっていう、そうですね、どうなんだろう、でも困んないでしょ、だってまあまあそうですね、でもこの外国、今まあ楽天見たらちょっと少なか、意外に少なかったじゃないですか、そういうチームにとってはちょっと今年あんまり外国人連れてこえなかったから4人にしてくれた方が他のチームもそんなに全然でもよ、多く連れてくるってことは、日本人が足りてないんでしょ、
ってことですね。そう、少ないってことは日本人が足りてるってことだから、うん、別に日本人でカバーできればね、はい、それに越したことないから、そうですね、うん、別にだって外国人なんて宝くじみたいなもんだからさ、はい、活躍するかどうか分かんないじゃんね。そうですね。そうするとやっぱ安定的な日本人の活躍がやっぱチームの、はい、うん、そこありというか、うん、そうそう、うん、助っ人だからね、はい、外国人が主になるところはボロ出やすいから、ね、うん、おお、じゃあいい傾向ということか。そうそう、だからどうなんね、だからまあ3月に決定だけど、はい、4人だったらバタつくだろうね、うん、困るチームは多いかもしれないですね、うん、まあでもね、変わらなそうだけど、はい、でも1回もともとしたらチーム状況どうなんだろうなっていうのも見てみたいけどね。うん、そうですね、29人26人外国人4人、うん、延長12回、はい、これがもともとのあれなんでみたいなね、はい、戻したら、あ、戻したらなんか確かにちょっと勢力変わってくるかもしれないですね。いや、だいぶ変わってくる。だから途中から行く選手も、うん、はい、今だったらね、うん、一撃必殺的だけど、はい、いや守備もできなきゃとか、うん、はい、ちょっと変わってくるから、うん、あと使いどころもバンバン使えないし、はい、29人でになったら、うん、で26人でピッチャー2人入ってるから、はい、使えるのは24人だけ、うん、でその中で延長12回って言ったらかなり監督の、うん、で少なくなればなるほど監督のやっぱこう指揮力がかなり試されてくるから、うん、まあ、それはそれで面白いけど、そうですね、うん、でも今までそうだったんですから結構大変、今考える大変だったんですね。そうなのよ、うん、だからまあね、はい、1回戻してもう面白いかなっていうところもあるけど、はい、まあ多分これでも誰も困ってないから、そうですね、もう馴染んじゃったというか、うんうん、しかも多い方がね、はい、チームも楽だしね、楽で、そうですね、うん、だからまあどうなんだろうね、はい、皆さんどう思うかだね。そうですね、このままでいこうなのか、うん、戻そうよみたいなね、うんうん、コロナが終わればみたいなね、はい、っていうのもちょっと聞いてみたいですね、うん、そうですね、はい、